ルワーズから FA となったウィリアダメス内野手の移籍有力候補に複数のメディアがドジャースを挙げている。4年連続20本塁打、昨季は32本塁打を放つ強打の遊撃手で大型契約も予想される。獲得となれば今季ドジャースで活躍した選手たちの去就にも大きく影響する。今季ドジャースの遊撃手はムーキー・ベッツ内野手がコンバートする形で担って65試合ついたが怪我での離脱もあって結局はライトに戻った。離脱以降はミゲル・ロハス内野手やニック・アーメド内野手、トミー・エドマン外野手を補強して起用しレギュラー不在のポジションだった。ドジャース自体には間違いなくプラス。この徹底ぶりが上昇チームの礎なんやろうな。遊撃手はエドマン、引け、ロハスで行くない？対談も何も FA なのだから今現在すでに無所属でドジャースの選手じゃない。MLB は厳しい世界やな。アダメス取りに行くチャンスあるならもちろん行った方がいいけどショートはエドマンでもいいと思うけどなぁ。アダメスは取らんやろ。ドジャースは年齢層が高すぎるから若返りが不可欠。生え抜きが少なくて FA 加入選手が中心だから当然だけど。まあトレードは結果だけどさすがにドジャースはシビアでドライやな。数字で言えば強打のショートのアダメス獲得には合理性があるけど、キャラクター的にはどうなのだろうか。アダメスは堅守ではないけどショート基準で言えば間違いなく強打。投手大谷や山本にとって良いことではないかもしれない。どうせ誰かは怪我をするのだから貴重なユーティリティプレイヤーは残留させないとダメ。アダメス取る可能性はあるだろうけど、可能性そこまで高くはないんじゃないかと思う。確かに内野守備の安定を考えないと来シーズンも投手が不安やもんな。ユーティリティプレイヤーも必要やな。ドジャースの野手陣も30代がほとんどだからね。若返りは必要だけどみんな好きだからな。来年も見たい。控えと PO 用でも確保しておけばいい。怪我人が出たらどこでも使えるし、もしこの遺跡が成立したら、ヤンキースは来シーズンもワールドチャンピオンには絶対になれない。ドライなメジャーらしいといえばらしいな。